タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH フィギュアーズ仮面ライダー91号を開封レビューしたいと思います。本当にリアルな造形で、もうすでにリアルな顔が見えてるんで本当に期待してます。どういうポーズを取らせようか楽しみです。では早速遊んでいきましょう。こちらがSH フィギュアーズの仮面ライダー91号ですね。横を向けてみましょうか。マスクのライダーはドン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 、こんな感じでリアルですね。期待しちゃいますね。では早速開けていきましょう。仮面ライダー91号は本当僕一番デザインが好きで、本当にシンプルなデザインながら本当好きなんですよね。真骨頂製法で出てほしいんでね、そっちもね期待しちゃいますよね。さあオープンしますよ。いきます、せーの、じゃーん。はい、こんな感じになってます。セット内容はこんな感じで、まずは電磁バーリアボール、第13話でトカゲロンとの戦いの時に電磁バーリアボールを使ったんですよね。そしてマフラーが2種類、そしてエフェクトパーツ、そしてロッドです。そして交換用手首が9種類ついてますね。遊んでいきましょう。うわーすげー、リアルリアルだね。この光沢感がリアルですね。マスクの光沢感がリアル、目もクリアでね、リアルに再現されてますね。これ発売したのがちなみに2013年に発売されてますね。2013年だから外務がやってる時に発売されましたね。腕の関節がちょっと動きづらいのはありますね。リアルで本当に自立もちゃんとするしね。いやーかっこいいね。劇中からそのまま飛び出してきたような感じですね。じゃあいろいろポーズを撮らせてみましょう。はい、というわけで、ポーズが決まりました。こちらはね、仮面ライダーのライダーファイト、ライダーのポーズですね。仮面ライダーのポーズといえばこれですよね。やっぱりね、かっこよく決まってますよね。でこのポーズね、なかなかね、ここの干渉がすごくて、ちょっとなかなかポーズが決まんなくてですね、苦労しました。ですがなんとかポーズ決まってますよね。はい、というわけでこちらが仮面ライダーのライダーキックのポーズですね。はい、かっこいいですね。やっぱり仮面ライダーといえばこのポーズ。先ほどのポーズも良かったですけどね、こちらのライダーキックをしている時のポーズもかっこいいですね。はい、かっこいい。おーすげえ、迫力がすごいね。ライダーキックかっこいい、いいね、リアルですよね。リアルなライダーキック決まってますね。はい、素晴らしいです。はい、横から見てもかっこいいね。こうライダーキックいいですね。であとね、風車のところもね、よく見ていただくとね、結構すごくよくできてるんですよね。風車のところ、細かいところの造形もすごくよくできてますよね。素晴らしい。じゃあ次行ってみましょう。はい、こんな感じでポーズを取らせてみました。いかがでしょうか。こちらね、バーリア破壊ボールを持ってね、でしかもロッドを持ってね、ちょっと欲張りな感じでポーズを決めてますけどね。はい、ではこちら後ろ見てみましょうか。後ろはね、髪の毛がね見えてるんですよ、マスクの。そこも再現されてるのがとても気に入ってますね。はいはい、最後のポージングになります。こちらね、ライダーキックなんですけど、エフェクトパーツをつけるのはすごい時間かかっちゃって苦労したんですけど、エフェクトパーツつけられなくて、結局触覚とか取れちゃったりするんで、エフェクトパーツつけないでちょっとポージングしてみました。どうでしょう、ライダーキックかっこよく決まってますね。仮面ライダー91号っていうのはですね、仮面ライダーが始まって一番初めに出てきたライダーなんですけど、この91号っていうのは主演のね、藤岡弘さんがね、怪我をするまでの間に活躍してたライダーなんですけど、怪我をして途中で降板してしまったんで、そっから92号が出ますけども、もしね91号の藤岡弘さんが怪我してなかったら、仮面ライダーシリーズってどうなってたか分かんないですよね。もうやってなかったかもしれないですよね。1号ライダーだけしか出てこなかったのかもしれないですよね。人気になるかも分かんなかったですよね。運命的なもので変身ポーズも生まれましたし、92号の2号ライダーの変身ポーズも生まれましたし、そして桜島1号っていうね、新たなカラーの
ライダーも出てきましたし、あとこの915を演じてた藤岡弘さんについてなんですけど、中に入って演じてたってことで、以前も話したと思うんですけど、中に入って演じてたんですよ。それがすごいと思いましたね。はい、初め聞いた時はびっくりしましたね。藤岡弘さんすごい、本当に武道家として活躍してますし、空手とかもやってたりするのかな。すごいですよね。体格がすごいいいですもんね。探検隊シリーズとかね、瀬形三四郎とかもありましたよね。あとは最近だと去年に焼きそボーイっていうね、日清焼きそば UFO の CM に出ていましたよね。はい、藤岡弘さんの活躍今後も期待したいと思います。かっこいいですね。はい、というわけで仮面ライダー915 SH フィギュアーズの開封レビューでした。この動画が良かったよと思う人はチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。というわけでまた次回も見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。